公開シーン第2弾。バスの中で繰り広げられたお話から未公開シーンをお届けします。初ゴールドミッションで過去のミッションの不満を語っていたんです。それでは未公開シーンをどうぞ。何大変やった？いろいろミッションやってきて、今までいっぱいやってきてでしょ。なんか甘いものシリーズもやってましたよね。甘いもの食べるみたいな。甘いものはスイーツ、それは大事。甘いものとかあんまり、いや、文句があるのが、うん、ダイエットしてるんですよ。筋トレやってて、なんか甘い食べ物食べちゃダメなのに、うん、なんかあんまり最近やってなかったスイーツのコーナーをなんか持ってきて、俺は食べなきゃいけないですって言われたら、いや、星つけてね、いや、俺は今甘い食べ物全然食べられないのにまた嫌がらせわあのチャンミだいぶ溜まってるみたいですよ皆さん。でも、はい、もう食べるときはものすごく食べるんですよ。またあ、本当、うん、それやっぱプロ、プロ、さすが。やっぱね、そこはやっぱ絞って体も仕上げていきますから。ちょっとごめんね、ちゃんみん、ちょっとすっごい、これね、ちょっとビーゲスト皆さん、うわ、すごっ、すごいね。チョコレートみたいです。チョコレートね、あのこうなってるね、チョコレートみたい。ほんとやわ。え、でもダメです。僕はえー、すごいね。俺はもう全然、僕はもう全然ですから。喧嘩やめなさい。喧嘩してない。喧嘩してないですから。続いてはゴルフ編から、チャンミンのデビュー秘話をお届けします。チャンミンは何か言ってんの、スポーツは。チャンミン昔バドミントンやってたんですね。バドミントン？バドミントンやりながらエッセイ、あ、バドミントンやりながら遠い時期になる。バドミントンやってんの？今の事務所に入ったきっかけが、うん、なんか学校の授業で体育の時間で、うん、バドミントンやってたら、はい、その姿を見てた、うん、事務所の方が、うん、からスカウト。あのフォームが綺麗だと。あのバドミントンのレシーブのフォームが綺麗だと。あなた事務所に来ないかって言って。はい、バドミントンで入ったん？はい、バドミントンで投資金が。バドミントンで東方神起入ったんや。あ、そうですね。ゴルフミッションに向かう車中、暴走するユンホに困惑するチャンミン。はい、ね、今日はちょっと頑張って作りましょう。よっしゃ、ね、本当にこの前相場の時、うん、5ミリの思い出があるんだけど、人の話を聞けばそうならないよ。そうよね。僕は5センチでいく。なんだよそれ。もう決めたん、5センチで、うん、いや勝手に決めつけな。ん、決めつけるな勝手に、うん、いや、なんまんた新たな新しい豆腐が普通の豆腐を作りに行こうよ。なんだユンはもうすごいオリジナルで行くから。いや、もうこうやって十何年ぐらい一緒に活動してきたんだけど、あ、難しいです。いまだにもこれがだから東方神起のバランスですよ。あ、ね、この後テンション逆転、その未公開シーンがこちら。外が降ってるんですよ。雨降ってますよ、寒いです。でも雨降るとき本当に豆腐、豆腐の味はすごいですよ。え、なんで？そうまっくり飲みながら豆腐食べれば、わ、わー、いいじゃん、最高。こう見えてるんだけど、たまにはいいこと言うから。途中さ、まっくり買って、うん、豆腐とか豆腐食べて、よっしゃ、ね、頑張りましょう。食べましょう、高鳴って、よっしゃ、よっしゃ。逆に僕がなんか乗るのが難しくなりました。ここで今後何をしたいかというトークに。他この例えばこの先どんなやりたいですか、ミッション、それ聞いておきましょう。チャーミーなんかあるでしょ、やりたいことね、企画でやったらいいんですよ、いろいろ。好きな食べ物の大食い大会とか。好きな食べ物の大食いとか、例えば何ですか、好きな食べ物。まあいろいろあるじゃないですか、ラーメンもあるし。あ、ラーメンの大食い、それは、うん、話にならないです。なんで言うの、本当にたくさん食ってるから、うん、まあ、それはもう勝てる気がしないと。そうっすよ。今まで最高にどれだけ食べたの、今までよく食べたっていう量はどれぐらいなの。あのピザ、ピザ、もうピザどれぐらい食べたの。ピザは、うん、それ1枚って言いますか、もう1枚、それ L? L? L、
マジでめっちゃ食うやん。ラーメンもやばいっすよ。5枚、ピザ5枚、ピザ5枚食べてるやんか。1枚じゃねえじゃん。今スタッフがピザ5枚食べたことあるよって言ってたよ今。なんですごい遠慮して1枚って言ったん。めっちゃ食べるやん。ザ・ミッションゴールド、それでいいんじゃないですか。いや、それもありだと思いますよ。まあ UFO は完全に負けが決定しても罰ゲームをもう前提にやってもらわなきゃダメですけど。ちょっとこれはちょっと前向きにちょっとね、スタッフにちょっと投げてみて、 そうしたらこの番組が話題になって本当に、いや本当に分からないです。そうですね、日本代表バレエって番組になる可能性もあるから。そうですよ、そのためには今日は頑張ってビギストにみんなに応援してもらって、そうですよ、東風新規の2人に今日は頑張ってもらわないと。東風新規、え、東風新規でしょ。歌あるじゃないですか、東風新規。最後に沖縄編から未公開シーン、ユンホが包みへの思いを語ってくれました。これが詩だっけ。そうそれ詩、そうそうそれ詩。誰かに見られてる気がするんじゃないですか。ピースでこっち見てる。僕まだ堤さん、まだ個人的に会ってないので。あ、どういった方ですか。やっぱ楽しい方ですか。そうですね、でも意外におしゃれですよ。あ、意外、うん、顔はそんなにおしゃれじゃないんだけど。でも本当にかっこいい人です。あ、かっこよくて、あ、MC も上手くて、でもちょっとうるさいです。チャンミンさん、さっき恋しくなったとかちょっと言ってなかったですか。僕はウクレでうるさかった時に。いや本当にもう今は一人になりたいです。よっしゃ、もっとウクレレ弾いてやるぞ。まだ時間ありますから。なんで東式の周りはみんなこんなに元気ですか。ヨーヨー、謝らなきゃいけない気がするんだけどね。未公開シーン第3弾、お楽しみに。